よっよっ、もう言っていいマジで、言っていいマジで、これは本当に、時代がやっと追いついてきました。来たこれマジで。ちょっとね、もうな、もうな、この状況を分かってた、マジで。爆音ではない。この状況はもうね、想定していましたってことで、やった、本当に。やってやってよ、マジで。なあ、ほんとよく頑張った、プロバイドと。見た、マジでみんな。まあ、見たってことで、おー、ということでね、今日、園田、6レース、JRA 認定レース。認定レースだぞ、マジで。いいか ?J さんの、なんか、と、まあ、ことが曇ってるというか、ちょっとまあ、出先なので、ノート PC、まあ、よってことでね、そうそう、バツイチ、キチガイ、ハゲの松尾さん、どういうことなんだから、これ。バツイチ、キチガイか、俺は、マジで。な、マキチではありますっていう、そうそう、しんちゃん、声出してたというか、もうね、現場が騒然としておりました、マジで。おう、プリンセスローレル賞、東京2歳の子、まあ、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、ほんとね、来たなと、マジで。おう、時代が。おう、時代が来ておると。おう、言うこったよ、マジで。おう、なので、まあ、一歩一歩なんだけどね、もちろん。積み重ねなんだけど、おう、マジってことで、そうそう。プーちゃん、むっちゃ、まあ、ほんといいレース、マジで。今までで一番いいレースだったっていう。おー、さ、で、ちょっとこれね、まあ、お祝いの言葉ね、一個一個読んでこうってこと。なおか、アランドは C さん確定も、いや、やめろ、マジで。今日はちょっと、プロバイドだけの話にしてっていうね、そうそうそう。素直におめでとうと言います。だから、コメント読まれそうにないので控えます。まあ、ちょっと全然一個一個読んでくよっていう、そうそう。さっさと動画見て終わらせる。なんなんだよ、マジで、これ。もうちょっと、祝福ムードってないのみたいな、これ。おー、そうそういうことで、まあ、ちょっとね、写真の方は、とりあえず上げておりますってことで、まあ、その辺はちょっとみんな、おのおの見てね、みたいな感じで、まあ、多分改めて、ちょっと振り返る日はあると思うから、そうそうそう、ちょっと今、ね、画像、今日ね、ちょっとまた、小松井さんが上げてくれたやつがあるはずってことで、ちょっとまあ、とりあえずバスってことでね、ちょっと音はね、ちょっと止めた。うん。どれだっけ？コミュニティクリック。そうそうそう。しんちゃん、今日も楽しい放送ありがとうございました。おつおつ、どういうことやねん、これ。もうちょっとで、これ、もうちょっと伸ばしてくれないみたいなね。ホルモン焼き、ごちそうさま。かめへんっていうね。そうそうそう。おめでとう、プロバイド、松のハゲ。関係ないよね、これね。俺のハゲ、なんか関係あるのみたいな、これ。砂を入れたけど、前の子に多かった。全然だよ、マジで。外出し、バリバリのババだったよ、マジで。もうな、終わったと思って、いろんな意味で、マジ終わったと思った、正直。ちょっと待って、これ YouTube で視聴するをクリック。ちょっと待って、これを一回止めの、行くか、マジでこれ。ちょっと待って、これ、全画面シアターモードでいいのかな、シアターモードでいいのか、これ。ちょっとシアターモードにする。どうしたらいいのこれ、ちょっと。再生ボタン、どうやってやんのこれ、ちょっと。やり方わからんっていう、そうそうそう。な、松野やったよ、マジでこれ。ね、やってやったよって、これね。まあ、中央話来ました。はい。馬が頑張ってくれて、私、中央に出走する権利を得ましたっていう、そうそう。サマセル1頭あたり100万上乗せ300万人と買います。まあ、そういうことですね。単純計算でそういうことになります。今まで今200、200っていうところが、あ、そうか、200、200ってところは単純に300、300になります。そうそう。プロバイド交換、誰とみたいな。絶対交換しないよっていう、そうそう。今日は軍団何人来てたのってことで、今日は、まあ、ちょっと、あまり、なんて言うんだろう。まあ、みんなちょっと全然、プロバイドのこと信じてないよね、みたいな。俺は信じてるけど、マジで。まあ、井上プロとマッキーとマッキーの友達のケンちゃんっていう、まあ、俺合わせて4人で完成しましたっていう、そうそう、シフトイレスプリーですね。まあ、ほんとね、これぞ勝負根性って言うんだろうなっていう、マジで、強いんだよ。なんか、ぶっちぎる感じじゃなくてね、ひたすら強い。M の法則で言う C 型、C 系っていう、そうそうそう、今日は強いと、マジでね、ほんといいです。今まで一番いいレースだった、そうそう、ハゲおめきしに来てやったやつ、ありがとう、ありがとうだよ、これ。ほんとにね、おめでとうわっていう、そうそう、プロバイド以外勝負し、だからね、君たちね、もうな、そういう、なんか、ダビスタじゃないんで、マジで。生き物なんで、そこは。馬主として、ちゃんと他も支えていくっていう、そうそう。死ねってどこだよ、これ、死ねって。今から始まるんだろうっていう、そうそう。もうジェスロン負けることはない。いや、もうな、ジェスロンの馬主さんの心地を察します、マジで。逆にねっていう、そうそう。で、サマーの予算いくらだったの、まあ、300、300? 単純計算で。そうそう。インサダーパッケン買っとけよかった、マジでな。もうちょっと、現地の人たちとかは、そう、井上プロとかは、5000、3連単取って、10万以上の払い戻しみたいな。マジでちょっとね、現場が騒然としておりますっていう、そうそう。ジェスロン被せてきたけど、突き放したね、びっくり。まあね、本当に、まあ今日、
本当な、まあ、とりあえず現地行って、まあ、写真も撮ってやったんだけど、なんかね、ちょっとアップロードできなくて、うまくいってないんだけど、もういい加減にしろと、そのだけ言えば。もう速攻で掲示板確認しに行ったら、全周内側に砂入れました。マジで殺す。ほんと勘弁してよ、みたいな。そうそうそう。もう完全にやられたと。で、今日もね、通ってるとこよく見てあげて、みたいな、マジで。素晴らしい走りの馬は、どんな味っていうね。クーナーったから、これ。ね、まあ、クーナーって何回も見てると、コストコへ、コストコへっていう。顔出しないからギャー言えない。言えないんだよ、今日は。ね、ちょっと残念ってことで。まあ、ちょっと今日も、手先ですっていうね。うちは砂入れたけど、うちの馬結構切ってたし、よかった。いや、全然来てねえよ、マジで。外がブイブイ飛んできてたんだよ。まあ、うちと言っても、うち、まあ、要は、拉致一等分は普通走んないんだよね、マジで。そうそう。まあ、唯一の弱点である、まあ、プロバイダーの刺さり癖。残念みたいな。直線に入って、また足使えるのは何だろうな。ほん、何なんだろうな、マジで。見たことないよね、ああいう、展開っていう。てか、チェスロー毎回ちょっともう、マジか。またこいつか、みたいなね。って感じたのかなみたいな。そうそうそう。とりあえずおめでとうございます。しかし、夏、梅、舞が待ってる。まあ、舞台山は、とりあえずボバなんで別としても、まあ、次、梅、松、桜、まあ、夏、まあ、この辺とちょっと力関係はっきりさせなきゃいけないよね、みたいな。むつのパンイチを見ても、つくせが強いわ、みたいな。そうそう。勝負根性マジ。まあね、本当に。なんか、並ばれて普通は昼んで終わると。まあ、本当言ってたよ。飯田先生も。そこを、まあ、差し返すっていうところが、ちょっと信じられないですよね、みたいな。実は今回一気にかわそうとしてかわせなかったのが、まあそういうことですね。多分、吉村さんとしては、まあ吉村、ジェスト寺院としては、並んだらちょっとやばいんで、一気にかわそうと。残念でした、みたいな。残念でした、みたいな。そうそう。コーナーであって思ったけど。まあいや、そうなんだよ。ああ、もうマイク、これ絶対終わるパティンや、みたいな。そこで終わんないんだ、マジで。ちょっと普通の馬じゃないんだ、みたいな。見えてないよってことでね。ちょっとじゃあ、コンパデスクトップってことで。まあ見えてない。まあこれ見えてないんだけどね、実際。今ちょっとこれ、とりあえず準備だけはしてるんだけど、これ。あ、いけたか。音ちっちゃい。ちょっと待って、音ちっちゃい、これ。ちょっと待って、音。ちょっと一回戻すか。一回戻して、ちょっと再生戻して、シアターモードにしておりますっていうね。そうそうそう。つまらない石ころ放送から来ました。どういうことなんだから、これ。なんで石ころ放送ってこれ、ね、石ころを蹴る放送ですかみたいな。スマイルプロバイド、超学習、取得賞金308万、松の年収497万、迫る勢いでございますみたいな。多分年内超えられるみたいなね。そうそうそう。圧倒的人気は飛んでるじゃん。飯馬だろって。まあまあ、いや、もともと俺たちは分かってたんだよ、だから。いや、そんな感じでもねえぞと、これ。マジで。わやったよって、画面切り替え初心者か。いや、じゃあ準備をしておったっていうね、これ。馬体重持ったら、あれだけ余裕ある走りができるんだな。あの馬体重でしっかり仕上げたらどんだけ走る。まあね。まあちょっとね、ほんとみんなちょっと末恐ろしいよね。っていうか、毎回、もう、またなんか、いわゆる、なんだろう。言ってたよね、解説者。なんか再生、ビデオテープ見ているようです、みたいな。またジェスド並ばれて、また抜き返されるみたいな。でもジェストがそういう馬じゃないからね。普通に一気にみたいな感じで、まあ、いける馬だから。そうそうそう。ゴールドエール買うしかない。まあ、その辺はね、やっぱ梅松、まあ、プロバイドっていうところで、まあ、相当園田に合うよねってとこあるんだけど、まあ、その辺は、まあ、なんて言うんだろう。まあ、狙ってる人は、まあ、考えてること一緒みたいな。外出しってことでね。まあ、ちょっと中出しは見てみたいな。そうそう。いやいや、前、とうち優位じゃ全然優位じゃん。どこ見てんだよ。だからもうずっとね、その辺は俺1レースから5レースまでちゃんとチェックしてるから、もう外差し、とにかく。いや、人気馬はとりあえず前そのまま行くってのあったけど、ただ通った場所とか見て、マジで。そこまでちゃんと見てみたいな。これで中央のレース使いたい放題で、いや、使いたい放題じゃないんだけどね。一応認定レースしか出られないんでっていう。中央のダート、ダバで怪我するのどういうことなんだから。誰がダバだよ、バカ野郎。3戦3勝、その他のトップなんだけど、マジで。どこがダバだよ、バカ野郎、マジで。まさに認定勝つとは、そう、まさか認定勝つとはなってる。いや、俺も、まあ、なんて言うんだろう。次につながるちゃんとレース、恥ずかしくないレースはしたいと思ったけども、なんて言うんだろう。もうな、抜かれる気がしない、マジで。抜かれる気がしないっていうね。そうそう。GR に出す金はいるのっていう。とりあえず、一時免許俺が取らなきゃいけないから、10万はいる、最低。
で、あと輸送代とかは自分で多分出さなきゃいけないから、最低10マイル免許は。で、それが多分年末更新、なんかよくわかんないんだけど、12月末で切れる免許なんだよ。だから12月取ったら1ヶ月じゃないみたいな。ちょっと最近はどうかわかんないけどね。そうそう。うん。てか、お前現地いるなら放送から、現地が放送しようって。だから、もうギリギリなんで、だから、もうそのまますぐに終わって、ここ飛行機乗ってみたいな。そんな感じだからっていう、そうそう。うん。くっそりしたのっていう、まあちょっとね、その他の公式ツイッターにがっつり乗っちゃってるみたいな。そうそう。うん。MG 法則だ。MGI の M の法則だよ。CK みたいな。プロバイドチェストって、いつも一緒だな。もう後輩させようって。まあ、ジャパンとクロモトリガーさんのね、ちょっと、名コンビを思い出すよね、みたいな。そうそう。うん。プロバイドの肉を頼んだばった。ダバたちに食わせよう。なんでともくいやねんみたいな。おー。だ今、めでてえ話をしてんだよって、これ。そうそう。17日に休み申請したよ。多分現地行ける。無事に頼むよって。まあ、ここはね、ちょっとみんなガッツ行こうぜ。まあ、ちょっとここは、配信もあってもいいから。でも、ちょっと、まあ、万が一というか、まあ、ちょっと写真を撮らなきゃ。ていうから、ね、今日、ていうかもうその、まあ、スマイネル軍団3人プラス俺って感じで、まあ、俺もスマイネル軍団4人か、やったんだけど、もうな、ゴール前、特に井上プロが興奮すぎて、俺写真撮ってるから、状況わかんないんだよ、その着順とか着差とか。うん。本当に勝ってればどこも。ただ、もうなんかちょっとまあ、ゴール多分まあ、半ハロンぐらい、0.5 ハロンぐらいでもう勝ったという確信したんだろうな、多分。で、俺が、一番いいところ写真撮ろうとしてるときに、やったらやったらみたいな、これガンガンガン体叩くんで、もうブレまくってゴール前の写真がありません。残念ってことで、これ。そうそう。これ相手が強くなってもその分プロバイダーのパフォーマンス上がりそう、根性あるから。そういうことね。いや、だから俺ね、強いやつやりたいんだよ、マジで。それは飯田先生も言ってた。強い相手とやらせて、どんどん強くなる。だから、あんまり負けとか、そういうのを怖がってないっていうか、むしろ、負けて、今回も負けてな、みたいな。マジで。ごめんな、ちょっと負けて、みたいな、そうそう、早はまレースってことでね、分かりましたってことで、ちょっと行こうか。ね、今日もちょっと、ごまさんありがとうございますってことで、行こうか。よしね、シアターモードをお届けしておりますっていう、そうそうそう、最終コーナーでは終わったと思ったけど、お詫びする、すいませんってことで、まあまあ、だからね、全然、本当に、うん。俺もね、まあ、ぶっちゃけあの展開だと、ほぼいろんな人が終わってたと思う。ただちょっと普通の馬じゃないんだ、マジで。マジちょっとチート入ってるかもしれない、マジで。お前、高槻行かなかったのか、はいね、何高槻って。何の話やねん、みたいな、これ。そうそう。夏、ハゲマツサクラ、プロバイドの三強の件、ハゲマツサクラって、これしかも俺の馬じゃねえだろうっていう。な、これ全然パドックの評価ね、ないから。どんだけ見る目ねえんだよって、マジで。そうそうそう。まあ、全然そう、無理してないんだよ、全然。プラス12、な、プラス12だから、マジで。どうよこれマジで。そうそうそう。解説がレースの後打ち悪くないし転換向いたって言われた。だからそれはもう負け惜しみだよ。だからこうやって事前の評価3番手評価なんだから、全然マジで。うちと言ってもね、通った場所までちゃんと見てって感じ。通った場所までちゃんと見てほしい。例えば同じ水力に乗ってた4レースとは全く違うから、うん、そこはね、考えてほしいっていう。そうそう、マジで。そうそうそう、割引たいと思います。はい、残念みたいな。そうそうそう。4コーナーで追走したまま、ババの悪いとこ走ってたねっていう。4コーナーで追走したまま、そう。まあ、砂入れんなよみたいな、マジで。って思った。そうそうそう。川原の乗り聞かなかった、ふざけんな。まあ、川原さんは、まあ、残念ながら、ちょっとね、乗った馬が、まあ、ちょっと1個ね、ジュエリーデイズだっけは下がったな、みたいな。そこはあるよね、みたいな。そうそうそう。とりあえず、プリンセスカップでグランダムジャパンに殴り込み。まあ、そうなるね。ぶっちゃけ。そうなると思う、マジで。なんかに、ハゲ馬ってどういうことなんだ、なんか、ハゲ馬ってことで、ハゲ馬って。あ、でも、グランチャルジャパン 2歳って俺わかんないんだけどね。そこの意識はなかった、ちょっと後で見るか。そうそう。先生なんて言ってた、いやもうだからいつも馬に驚かされますって。三田先生結構保守的だから、まあ自分がちょっといつも弱気になりますが、いつもこの馬に驚かされてますみたいな、って言ってた、マジで。そうそうそう。だから本当にね、喜んで、初めての三田先生も認定復活だから、ほらこんな感じ、こんな感じで言ってた。そう、虎なんだっけこれ、漢字読めないっていう。そうそうそう。園田2度目の2歳認定戦を制した飯田厩舎スマイルプロバイド、前走足上がったけど今回は最後までしっかり伸びた、今日は本当に強いと感じる内容でしたと、杉田ジョッキー、これでデビューから無傷の3連勝、次走は来月の園田プリンセスカップ予定、現状は次走園田ってことでいいのかっていう。まあまあ一応ね、プリンセスカップは最大目標できたから、まずはそこまでは行くよっていう。
クバイダー何投目のこのチームあって、もうね、1,2,3,4,5,6,7 投目。おう、これちょっと待って、これ吉村のズボンの裾、これ、誰も注意しないんですかっていうね、これおう、こちょあのブーツに入ってないんですけどみたいな、これおう、よく気づきましたねみたいな、これおう、大丈夫なのかなみたいな、そうそうそう、おう、そのプリ優勝したら表彰式でプラカードここでボケて出して、あかんがな、それ どんなんだよみたいな、これおう、そうそう、あこれ、三角から四角にかけて杉浦のチョッキーのムチンの叩きやすかったよ、とりあえず打ちに行かないでっていうところの思い全く聞かず、結局拉致に頼る感じになっちゃったよねっていう、おう、だから逆に拉致に頼らない感じのレースになった場合に、むしろなんかまずいことあんのかなっていうのはちょっと心配になったけどね。そうそうそう。うん、56日中ありがとうございますっていうね。そうそう。うん、杉浦騎手も強いと思ったのかっていう。まあまあ思ってくれたみたいだね。そうそう。うん、レース早くってことで、まあちょっとレース行きますっていう。うん、チェスローが毎回プロバイドの二段ロケットの役割をしてるなっていう。なんかね、ちょっと合わせ馬になっちゃってるの、ごめんねみたいな感じなんだけどね。そうそうそう。うん、杉浦騎手今月めっちゃ勝ってる。なんかね、6勝って言ってたよ、確か。おう、だから相当、あ、これちょっと振り返り、あ、いいね、これ、ちょっと、おう、これ、おう、この時ね、ちょっと足上がってたっていう、まあ、マイナス9キロだったからね、これね、おう、ちょっと伊田先生ミスったみたいな、おう、で、そっからの、まあ、強かった、確かにこれ、これな、インペリオ、おう、確かにこれは良かった、でも結局、まあ、結論言うと、前が止まってただけだったっていうね、うん、っていうことだったんだよ、おう、まあ、上のレースでは、まあ、ぶっちゃけごめんなって感じだったっていう、そうそうそう、置いてかれてやる気出すとか、強い相手になってもさらに活気する、そういうこと、うん、だから強い相手とやりてっていう、プロバイトとかガーランド55の馬代も回収してくれた、まあそういうことね、どんどん今回収が入っております、どんどん回収が来ておりますっていう、ありがとうございますっていう、そうそうそう、一回も順調に使えてないのに3連勝なのは評価してやる、クソハゲってことで、まあ、まあ今回はね、とりあえずまあ今までの中では割といい感じに来てたのかなっていう、そうそうそう、マッサージしましたと、全然普通にこれね、いいか、普通にいい、こっちを解説するわん、まあここそう、こんな位置を走るのはいいんだよ、だから、いいか、この位置を覚えておいて、だから普通は直線入って大体どの馬もまあ内を通ったっていうのはこの位置を通ってるから良かった、一番の馬見ててこの位置、このな、今一等分絶対通っちゃいけない禁断の領域あるんだよ、これ砂入れたら、もう超深いから、だってそもそもこの辺だったら水跳ねてるとこだからね、もうこの辺がちょっともうやばいんだけど、このラチにね、こうなんかへばりつくんだよな、これなんかこれが一番もう相当体力使ってるから、うん、マジでだ、どっかの競馬場でうちが深くないところに行きたいっていう、これ直線見てマジで、マジで、ひっさとお手柔らかにっていうね、ちょっとまあ圧かけましたっていうね、そうそうそう、ジャニーさんおめでとう、松野足ね、どういうことやねこれ、ジェニューインです、どうぞよろしくっていうね、これ、そうそう、もうこれ見て、これ普通これ終わるパターンだよね、これ、終わるパティーンやんかっていう、これだから、これシーンとなったから、これこれで、ここ見て、よくよく見て、これ通ってる位置、これ一番あかんとこ通ってるから、これここんなとこ通ったらいるっていう、これ一番深いとこです、砂が、これで伸びちゃうんだもんっていうね、これここで大騒ぎスマイネル軍団みたいな、俺写真撮れずみたいな、まあ無傷の3連勝ってことでありがとうございます、マジで、杉浦さん堂々とした記憶、まあほんとね、もう横綱相撲とはまさにこのことみたいな、そうそうそう、杉浦チャンスだわな、クソガキと仲間が当分いないんだから勝ち安城、勝ち蔵上げるチャンスだしっていう、まあまあでもね、吉村さん相手だからこれはしっかり乗ったよねって、吉村さんもかもうほぼ完璧な騎乗だよ、ジェスオに関しては、ここだからマジでこの一番深いところ、ここよ、ここマジで、そうそうそう、新生川かぶりますしと違って負け知らずです、どういうことなんだから、やっぱ新生火星だから、まずね、これ火星だから、もう全然スマイネル軍団としてこれね、プロバイド勝ったら俺の勝利だろうって、マジでスマイネル軍団の勝利だろうって、マジで完璧ですねこれ、吉村さんやっぱりこれ、ね、2着60万は大事だから、これ確保っていう、おめでとうございます、これはもう吉村さんナイス騎乗でしたっていう、見てこれ、いいか、これここが分かりやすい、いいか、こっからここと上、水浮いてる浮いてない、これ分かるだろっていう、これこれ浮いてないとこずーっと走ってるから、プロバイドそこ
そこだよ、マジで。もう俺そこ言いたいの、これ。もう、松野の真似しては強いね、奇跡だって。まあ奇跡だね、これ。おぉ、マジで。おぉ。これちょっとね、もう解説者の3番手評価した、これ悔しい脳が出るから見てる、これ。おぉ。おぉ。味方してねえからって、お前よく見とけって、マジで。おぉ。悔しい脳って、これ。おぉ。ああ、悔しい悔しいみたいな。マジで。おぉ。もう全然ね、もう見てるとか違うんですけどみたいな。そうそうそう、うん、3着4着の差が9馬身と3強とそれ以外の差が、まあまあそういうこと。だからそこはまあごめんやけど、ちょっとまあ上のクラスと下のクラス、ちょっとまあ明暗くっきりみたいな、うん、そうそう、残るは梅松桜、まああと夏ね、うん、まあこれはまだはっきりしたことは言えないけど、しっかりとやるしかないなと。そうそう、不良で1分29秒7番2歳早い、そういうこと。おう、まあ、本当にタイム的にも優秀。おう、まあ、今日ババ早かったけどね、まあ、でもまあまあ全然コバのタイムだよねっていう。そうそうそう、おう、えペンスがやるんだもん。まあまあ本命にした馬がね走らんかった、それは悔しいのマジで。おう、残念やのっていう。おう、負けを認めよ、負けよっていう。おう、2頭にはけないで一頭全力返してスマイルおっぱいお願いします。だからおっぱいよってなんだよみたいな。いやだからそこはリスク、回収できる馬を買おうぜっていう。ただ予算は上がったよっていうところなんだよ。うん。そうそうそう。うん、そうそうそうね、スケラ君の好調点。うん。今日はインペリオと2回任したジェストくらいしか骨っぽいのがなかったのは確かだな。まああとジュエリーデイズどうかなってところは、まあ結果的にはね、そうでもなかったみたいな。うん。で、その他2歳ナンバーワン。今んとこね、まあごめんやけど、まあただ、地下関係はっきりしない2頭が、まあ、牝馬ではいるから、まあ、あと、マイタイさんもいるしね。うん。まあ、マイタイさん、もしね、やることになったら、まあ、杉田くん多分そっち乗るんだろうけど、うん。まあ、いうことだよね。ああ、これいつもね、動画ありがとうございますってことだよ、これ。おぉ、ちょ、聞こう。負けること怖くねえんだよ、ほんと。ほんと怖くねえ、マジで。むしろうざい。うん。一回ね、もう負けたい。だから、ちょっと、負ける相手、負けて。強い相手いねえかな、みたいな。行き、負けて。負けて。負けて。めっちゃ負け、ちょっと、強い相手いないから、本当にその場合みたいな。そう痛い、これちょっと本当マジ痛い。痛いあ、出た。公式ツイッターみたいな、これ。そうなる、強い馬いねえかな。いねえかな、みたいな、これ。本当思う。それだけ、みたいな。やっぱね、どんどん強い。あ、ちょ、井上プロが、ちょっとね、なぜか中心に移ってしまうみたいな。おー、マジで。何これ、ちょっと怖いんですけど、これ。え、心霊？これ心霊ですか？みたいな、これ。おー。ありがとうございますってことね、バッチってことで。おー。そんな感じで今、とりあえずコミュニティに載ってますんで、よかったら見てくださいっていう。うん。一応ネット競馬で20万ついてるな。まあね。まあちょっとネット競馬よくわかってるね、みたいな。おぉ。3万1頭300万だったら回収できるのか、200万プラス3頭でリスク分散した方がよくない。まあ、ちょっとね、予託の方がね、みたいな。おぉ。なので、300プラス、まあ、かけ2みたいな感じで、まあ、そこは、うん、リスク分散になるんじゃないかな、みたいな。そうそう。これ高いも買える。買えるね。可能性としては。おー、まあ、今年、そもそも高いっていうのあるから、まあ、そこは、あえて意識しなくてよくなったかな、みたいな。うん。これで、黒木こと石ころに8万4000回ってんだ。黒木からは完全回収するか、マジで。おー、利息もついてるから、マジで。おー、残念ながら、その段2歳でナンバー。残念ながらってどういうことだよっていう。おー、まあ、賞金順で言うとね、そうそうそう。七七さん、スマイルプロバイド何を強調するかというと、器用なところ。四角先頭で、内立ちぴったりを走るから、外を回す馬とは3、4馬身も差が出る。そこで保ったリードをゴールまで持たすから強い。今日も不要馬場だから、同じ戦法で勝てる。なるほどね。おー、なんかすごくプロっぽい意見ですねっていう。そうそうそう。ただ、まあ、そのプラスただ言ってしまうと、そこは重い馬場ですよっていう、おだから砂補充したその日にやらせる今日みたいなところは、まあ、プラマイゼロみたいな感じあるかなみたいな、長番勢は、やばい、大事な話だろうっていう、そうそう、アッパートライでもう一つね、いや、まあ、いや、ここはもう直行するわ、ごめん、そこはちょっと無理遣い、ちょっとしないよねみたいな、そうそうそう、いうことで、ちょっとまあ、写真がね、ちょっとまあ、井上プロがこう、ちょっとなんか、かっこいい感じで上がってるやつあるんだけど、まあ、これちょっとね、ちょっと今日、回想とかうまく合わないから、またちょっと今度ってことで、そうそうそう、ちょっと写真だけこうやっとこうか、次回梅松との勝負が熱い。まあそうね、そこはちょっとどうなるか分かんないってことで、ちょっと言われる曲かもしれなかった。そこはもう本当に、ガチ勝負ってことで、うん。熱発明けと仕上がりは良かった。まあ良かった、本当に。うん。さすが飯田先生やなと思った。うん。やっぱりその前走、前走の認定開始したのも正解だし、今回プラス12キロももう本当まさに正解っていう、視聴者1000人、そんな言われるわけねえだろっていう、これ。そうそう。プロバイドプラス12だけど、まだ細く見える460くらいあってます。まあ、全然ね、だから、まあ成長、
あるわなみたいな、そうそうそう、実は捨て屋だったわ。まあそれはちょっとね、さすがにまああの馬体とか見ててあんまないかなってなるけど、まあでもね1007もまあ挑戦していきたいと思うよ。そこはもうそれ見てなかったら路線変えていけばいいんだから。そうそう、前半ほとんど内前やから、お前が庭全然だから、外から伸びてくるお前2着3着のお前穴馬見とけって、そこそこだよそこっていう、あ通った位置な。寝るからとりあえず乾杯しよう。あ、言っときますか皆さん。じゃあこれちょっと残念ながらちょっとあのラグが大きすぎてちょっと残念ながらたどり着けてませんが、皆さんお手元にお飲み物などございますでしょうかね。これ お飲み物ございますでしょうかってことで、はい、それでは皆さん本日はスマイルのプロバイちょっとね、ま、あの馬主を代表して、私あのジェニンがご挨拶させていただきますということで、ま、本日ねスマイルプロバイド、無傷の3連勝ということで、まあね本当ね、やっと来たなと、時代が時代が俺に追いついてきたなと本当にありがとうございます。はい、まあ本当ね、やっと JRA が俺に近づいてきましたってことで、まあ、そしてまあもちろんね今回はあくまでも本番は次、プリンセスカップに向けて、まあ、無傷で臨めることになりました。次は人気背負うでしょう。はい、まあ、梅松桜夏、さらに強い敵が今度は待ってます。決して油断はできません。はい、ただ今回のね、まあ、3戦目を無事通過できたことに対しては本当嬉しく思います。来年の買う馬もこれでいい馬買えます。全てが順調、本当にありがとうございましたということで皆さん、それではお手元に、はい、缶ビール、飲めない方はウーロン茶等々ございますでしょうか。はい、それでは皆さん本日ありがとうございました。ご唱和ください、右手に、ビールを、左手は胸に、おっぱいってことで、おっぱいありがとうございますってことで、はい、ありがとうございますってことで、はい、ありがとう。まあ僕ちょっとね健康診断に引っかかったんで、ちょっとまあお茶ってことなんですけど、そうそうそう、熱発開けって言ったけど7、8割ぐらいの仕上がりであのレースするとはなっていう、まあ本当ね前走も言ったらまあマイナス9キロ、飯田先生が直前に今回はねちょっとかなり大幅プラスでいきますよっていう中のマイナス9キロだから、多分相当調子悪かったと思う。うん。でもそこを根性でやっぱりやるっていうのがまあすげえなと、そうそうそう、おめでとう、あどうですねと、やめてマジでね、ちょっとそれだけやめてみたいな、あの子井上プロ、まあ井上プロとあとはマッキー、ケンちゃんってことでね、そうそう、年末には勝てない、もう言ってろお前マジで、やってないのにそういう風にやって言っちゃう、もう言ってろってマジで、そうそう、久々に上げ出しが、まあちょっとねそこまでは分かんないけど、まあやっちゃっていいんじゃないかなみたいな、ただねその時な負けた時のもうお通夜的な感じが辛いからどうしようかなっていう、もうそこはいやー分かんない、ちょっとねそれはお約束いたしかねるみたいな、そうそう、さっさと動画見せるってもうね今見終わってるちょっとやっと追いついたみたいな、ジェスト本当かわいそう、まあ、そこはちょっと 言ったるなみたいな、ジェストとジェストのマネさんちょっとかわいそうみたいな、さすがにもうジェストも直線でまたこいつかって並ばれるともう下がるしかないよなみたいな、サイズが合ってないとシアターモードでもとりあえず今大丈夫これで、うん合ってるかなみたいな、そうそう、本気で調子に乗ってきたな天竺は、いや調子に乗ってるわけじゃない、もちろんね今回はあくまで通過点だから、もうやっぱ本番次だよねっていう、そうそう、次のその他プリンセスカップが試験席、そこね、ほんとそこ取ったらごめんちょっと有頂天させて、まだまだここのお金は正直言った通りサマーセルに全額オンだから、だからもうぶっちゃけ言ったら俺の手元には1円も残んねえよ、全額オン行くからマジで、そうそう、はじめまして僕はスマイネ軍団大ファンです、あなたはスマイネ軍団にやけに詳しいですね、総帥ですからね、はい、私が、馬主を代表して総帥でございますっていう、そうそう、おめえハゲしねえどういうことやねんだから、今日ぐらい行かせてっていう、これそうそう、おいでかすぎるんだよなんだよ何がだよみたいな、いやあサイズ合ってるかなみたいな、そうそう、あの勝負根性見るとリアル巻き場だ本当ね、マスタング走法みたいな、マジで、そうそう、ただいま22時13分ですごめんなさい、15分遅れでねお届けしておりますっていう、そうそう、待つのがうざすぎてうざすぎ解説は全く聞こえない、ちょっとねごめん、そこはあのごませさんがこれね上げてくれたまあ各々動画を見といてみたいな、まあ、V サインの V サインこれは始まる前だけどね、これ井上プロちょっとねお仕事お忙しいっすみたいな、そうそう、いまいちって言われてる、だから悔しいんだろうなマジで解説が、自分の目見る目なかったみたいな、
残念でしたみたいな、マジで。もう勉強しましょうみたいな、そうそう。大目標は JRA 氷の保証のない12連敗だな、まずは無事に行くことだな。いや、まあ、プリンセスカップからのって感じなんで、まず次かな。いや、そこも視野にはもちろん入ってるよ。まあ、うん、その間に、まあ、ちょっと、やっぱり乗り越えなきゃいけない壁が何個かあるかなっていうのは、うん、ぶっちゃけ、うん、そうそうそう、うん、いや、勝ったのはいいけど、こっちで、これで馬の他の馬主さんの風当たり強くなりそうねっていう、どういうこと？うん、他の馬主さんの風当たり、っていうか、他の馬主さんとのお付き合いがございませんっていう、うん、全然、マジで、うん、だからその辺ちょっとね、無風っていうか、うん、なんか俺の、なんかむしろ相手にしてくれるのかしらみたいな。お、今までプラス12キロで勝利できたことはすごく今後つながるね。本当ね。うん。やっぱりちゃんと次はまあもちろん次もプラス配置とか全然ありなんだけど、やっぱりまだまだおしっかりと強めの調教を入れられるかなっていう、そうそう。パドック強化はほとんど信用できんなってことでね。まあど素人を打つってことで、そうそう。JRA すぐ出すアホイルの出す金いらんのってことで、とりあえず年内はまああるんだわ。とりあえず牝馬の重賞園田で。うん。あと3、まあ、2歳重賞ね。だから、まあ、そこは全然それ、やっと使う感じでいいと思うんだよね。そうそうそう。うん、この馬騎手乗せる前は、とぼけてるのに乗ったらスイッチは、そうなんだよ。うん、その辺ちょっとまた、一回東京戻ったら、また、ちょ、来週の後半になるかもしれないけど、一回写真やるから、うん、そこちょっとね、見てねっていう、そうそう。うん、投稿を潰してやる。ば、かかってこいよ、マジで。うん、いや、投稿さんぐらいのレベルの馬、むしろ欲しいんですけど、みたいな。うん、絶対抜かせねえけど、みたいな。そうそうそう。安定のスター補充。ほんと勘弁してくれよなって、マジで。おう、いい加減にしてくれっていう、そうそう。うん、4レースは杉浦がラッチから2等分ぐらいは余裕があったよなっていう、うん、杉4レース、そうだ、そう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 、だから、通ってる場所全然違うっていうね、そうそう。うん、難関来たら応援に行くぞ、ありがとうっていう、うん、多分グランダムは多分やると思うから、うん。ね、そこのとこよろしくっていう、そうそう、うん、このトロンコのババ味方したんじゃないのっていう。まあ、結果論だから、両ババだったらどうだったかっていうのは正直わかんない。うん、ただ、スマ補充はマジマイナス。うん、ほんとやめてほしいっていうね、そうそう、うん。園田では相当いいところにいるけど、園田レベルで上も外ではな、園田にこもって次の馬資金稼ぐ方がいいと思う。俺はもう、無敗とか、まあ、さっき言った別に冗談抜きに、無敗とか別にそこいいんだよ。おう、まあ、夢はあるかもしんないけどね。おう、ただ、まあ、無敗だとね、無敗記録伸ばすと、賞金、付加賞金もらえるし、ぶっちゃけ。おう、プラスは、もちろん馬主として、金銭的なのはあるんだけど、やっぱり強い相手とやらしたいっていうのが、この馬の場合はある。うん。だから、まあ、その、交流重賞とか、そういうのも別に全然使っていこうかなとは思ってんだけどね。うん。あと、グランダムで遠征とか。そうそうそう。うん。杉浦はもう DT 奪うのってどこだんだから。うん。いや、杉浦君はだって、勝ったことあるだろ、多分。うん。マッハ大山とかね。今のマイ大山の同じマネスさんで、多分、マッハ大山で結構いいとこ買ってると思うけどね。そうそう。うん。メールはないのっていう。まあ、メールあるんだけど、ちょっと、毎度ながら、ちょっと、ミュージックがないってことで、そうそうそう、ちょっとなんともっていう、うん、タイム良くなってきてるよってことで、おう、タイムね、まあ、30秒切ったってことで、おう、相当優秀だと思う、マジで。おう、待つのはしねえってことで、待つのはしねえ。俺も生かしてくれよ、みたいな、そうそうそう、うん、雨降ってる時は出す機種見るけどな、中央でもっていう、雨降ってる時は出す機種見るけどな、中央でもっていう。ごめん、ちょっと遅れすぎて何のことかわからんっていうことで、そうそう、スタートしてうちに寄ってるし、そういう癖がある。そう、刺さり癖があるんだよ。うん。刺さり癖があって。で、リングハムに今回変えたんだけど、結局効果なしみたいな。だからもうほんと最短コース取るしかない。だから、うどんとね、今回みたいな、うちに砂入ったパターンだと、ほぼもう諦めるしかないっていう。戦っちゃうんだ、これ。ごめん、みたいな、これ。強すぎてごめん、みたいな。プリンセスカップって毎年レベル低くねっていう。今年は高いね。梅松、夏。で、まあ、プロバイド。まあ、ジェスはボバだから。そうそうそう。そのプリで育ったのはアスカリーブルぐらいかな、今のところはっていう。まあまあ、そうね、アスカリーブル、それからメイレディか。それ見てるようだねってな、解説も言ってたけどね。そうそうそう。キムタケとマナブさんの腰が治る前に重賞貸したいなっていう。まあ、でも、普通に、なんだろう、デビュー戦ジェスロー、木村さんジョッキーだよねっていう。別にいいけどっていう。感じかなっていう、そうそう。まあ、メールってことね。まあ、ファンファーレだけどね、みたいな、そうそう。一応、トーコビーナスがですね、っていう。まあ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 、トーコビーナスね、最近、休み中だっけ？まあ、トーコ、なんだっけ？ビオーラだっけ？2歳は。デビューを待ちしておりますって感じなんだけど、そうそうそう。井上プロ、馬券前のマネ。今日も、10万超え、プラス。うん。
まあ、そのうち結構あのプロバイドを信じてくれてありがとうって感じはあったけどね。そうそう、ここまで順調だと今夜あたり長年点とかないと、まあそういうの本当無事が待つね。ただね、もう上がりとか見てたけど、マジで本当全力で走ってんだなこの馬って感じはあった。もうむしろ全力とか 120% で走ってるなっていう。もうフーフー言ってたもん。もうムービーとかって別に上がってきてもケロッとしてるからね。真面目に走れやみたいな、むしろね。そうそうそう、そこは感じた。よし、飯田よし、トリニーティーチャーとガンガン合わせましようっていう。あの必要であればみたいな。そうそう、そんな牝馬界では敵なし。いや全然まだまだこれから。まあもちろんコバはいるし、2歳馬でも梅松桜夏、この辺としっかりやんなきゃいけないかなっていう。そうそう、ね、1年前に2頭連続2歳が死んだ頃とは真逆。本当な、マジであの頃本当もう俺ダメなのかなと思ったけど、ここまで諦めずにやってきてよかったっていう。今年プラスあるかもしんないね。これ決算はやるからちゃんと。てかもう俺のな口座情報もね、もうずっと晒してる状態だから、そこは君たちの方が多分金銭状態今詳しいみたいな。そうそうそう、ガーランド拉致から離れたくありません。君の拉致から離れたくないは別の意味でなっていう。そうそう、画面の足おかしい。おかしいかこれ。いや合ってると思うけどね、マジで。なんかおかしいかなこれ。ちょっとよ、表示なんかちょっとムーってなってる。表示で解像度合ってるよ。640×350、横向きみたいな。そうそうそう、そこ深いとこだわっていう。そうそうそう、深いとこなんだよ。そうそう、余裕じゃないっていう。余裕ではない全然。だから毎回だから、いやでも抜かせない、でもぶっちぎり意味ってあんのみたいな。そうそう、四角はジャパンならあっていうレベル。まあ完全に逆噴射なんだよ。普通どの馬でもそうなんだよ、やっぱひるむから。これやっぱ強いんだなっていう。あまり言い過ぎると無粋のを褒めるクソババみたいに聞こえてひどい、すごい否定したことはどういうことなんだから。いやだ、違うだから俺は別に謙虚にここは行くよ、もちろん。普通にやっぱりまだやってない相手いるから、そことも力関係は分かんないけど、ただまあ強い、なんでこれちょっと強い相手とやんなきゃみたいな。マジで。そうそうそう、だそこはほんと楽しみみたいな。強い相手とやるのが楽しみなんだよ。本当に最内のところ通ってるな、スズメの跡がない。そうなんだよ、だから相当深いとこ通ってる。マジで砂がほとんどそこに溜まってるから。オータムセールで500円使う、500万使えるのって、オータムセールでサマーセールね。でまあ育成代残さずに500万全然いけるよっていう。そうそう、賞金250万か。そうね、まあとりあえず 2割を飯田厩舎でなんかな、税金引かれるんだよ。なんか今までそんなことなかったのに。だから手取りで多分200切ると思う。そうそう、 DR 出す時のことが聞きたい。金がいるのか。いる、免許取るために、10万ぐらいいる確か。だから結構そこは投資になるけども、どのタイミングなのかな。グランダムとかでちょっとね、ルールがよくわかんないから、その辺ちょっとちゃんと飯田先生に見てもらって、一回は行ってみてえなと思ってんだけどね。そうそう、新しい砂が好きなんだ。いや好きなんだじゃなくて、ラチにねちょっとまあ刺さり癖があるんだよ。まあ、そこちょっと弱点みたいな。パパは水浮いてるし、松野は髪の毛浮いて関係ねえだろ。だから別に髪の毛なんかズラじゃねえかって、それ。そうそう、向こう上面のうち水どこも浮いてないんだから、やっぱうち有利っていう。だから水浮いてる方が軽いだろうと考えたって。そうそう、新聞では本社三角だけど、もう一人の収支の人は20枚だったな、あの人正解。まあそういうことね。やっぱこの馬の特性分かってる人はもう分かってるよねっていう。ブヨバイトの賞金でブレス2とか、ね、まあ380、奇跡に近いよねっていう。そうそう、杉田氏はどこを叩いてる、首叩いてるっていう。まあ肩むちからの、まあ内立ちにやっぱ刺さるから、まあ右むち、言ってたよねっていう。そうそう、こういうならバレてたら強い馬は評価下がりがちだな、待つのは死ね待ち。どういうことなんだから、どういうこと。強い馬評価下がりがち、まあちょっとよくわかんないけど、まあぶっちぎる感じの馬がやっぱ評価されちゃうんだよね結局。そうそう、今まで蓄積してた借金も返済、まあちょっとそれはちょっと足りないけどね。まあそこはまずはあの次の馬の投資に、追加みたいな。ゴキブリ、誰がゴキブリやねんみたいな、誰がゴキブリカサカサみたいな。そうそう、映画キモい顔今日出ませんみたいな、これ。そうそう、何か誰だ、井上プロだよ、だから。そうそう、お前井上プロの口取り邪魔してねえよ、だから。だからそこはもう井上プロも、ね、慣れたもんだから、マジで。そうそう、松の顔笑ってない、まあちょっとね一応笑わ、まああんまりそのね笑顔を見せる感じじゃないっていうとこだから、マジで。
して、そうそう、なんだいつも松の家で後ろにいる人じゃん、どういうことやんだから、違うがな、みたいな、そうそう、直後、直線不利なところだけで、スタートしてからは一番ロスない水浮いてるところを通ったから、別に大変なとこ通ったレースだね。そう、だからそれはそうだよ。だから、最後の直線のことってね、一番、もう、最後、体力振り絞らなきゃいけない時に、一番辛いところを通って、しかも一回並ばれた馬に抜き返すみたいな、そこだよ、マジで。そこ。そうそうそう、ただいま20時23分、17分遅れです、遅らせてと思いますという、そうそう、投稿軍団出てきたらどうなるっていう、まあ軍団というかね、確か1頭しかいないんじゃないかな、うん、ヒンバー2頭でエンパイメーカーと、ジャンポケ、ジャンポケのはね、もはやどこにいたか分かんない、そうそうそう、クソハケ何分前のコメントマジして、ね、骨折しろって、ごめん、今日はちょっと丁寧に読みたいっていう、そうそう、ジェニーさん15分前のコメント、一個一個ね、大事に読んでまして、ごますりさんナイスです、今日も素晴らしい動画、ありがとう、これね、まとまってる感じがすごく良かった、本当にありがとうっていう、そうそうそう、ジェニーさん、スマファルさん、買って買ってってこと、いや、それもね、リストに入ってるから、ただまあ、まずはもう、決闘は、ちょっとリスナーさんから直接メールももらったのも含めて、全部もうリスト渡してるから、渡先生と飯田先生。もう、しかも飯田先生は、すでに全部チェックしましたって、もう返信来た。で、写真で、実馬でいいのをもうこれ、ちょっとこれですみたいな感じで上げてもらってるから、さすがやなっていうね、そうそう、ごますりさんいつもありがとう。ね、ありがとうございますっていう、そうそう、いつのコメ読んでんだ、この間。だから、ちょいちょいちょっとね、遅れてますっていう、変なベルトって、もうそれは言うたれなみたいなね、これ、そうそうそう、これは、これで園田の、年末の園田の交流出られるね、まあ、その、怪我さえなければっていう、そうそう、しかし中央とグレードの2歳交流も出られるんだ、これ、そういうこと、そういうこと、うん。マジで、おーぱーいってことね、ありがとうってことね、そうそうそう。プーちゃん、ダートより芝の方が走るんかなっていうね。まあ今日ちなみに、高橋ファーム、育成場のね、方からも、飯田先生宛てにお祝いの電話と、まあ俺宛てにお祝いのメール、来たんだけど、もともと高橋ファームの人は、こいつ絶対走りますよ、認定まで行けますよって言ってくれてたんだよ。ガランドにはコメントなかったけど、それちょっとやっぱさすがやなと思った。うん。で、言ってたのは、いや、芝の方が向きますと。見てえだろ、それはマジで。そら見てえだろっていう、そうそう、そうだ、ジュニアグランプリはほぼ確実に出られると思う。そう、だから、そこまではやっぱり地元でちょっとやっときたいなと思ってんだよ、2歳はね。そうそう、おっぱい来たら、もうおっぱいさせてもらいましたってね、そうそう、いよいよ松野とリスナーのラグが15、ごめんねってことだよね、ちょっと今日ちゃんと全部読むからっていう、松野よりふさふさってながら、井上プロね、いつもありがとうっていう、今日もね、ちょっと空港まで送ってもらいましたっていう、話がない、お前部下に嫌われ、何なんだよ、マジでこれ。だから、みんなのコメントちゃんと読んでるっていう、ラグ上げすぎて感動して、だからもうちょっとね、一旦今日は全部みんなのコメント一つと抱きしめていこうみたいな、ここまでなんでここまで人気ないって松野嫌われてる、いやだから派手な勝ち方してないんだよいつも、ジェスロに0秒差0秒差で来てるから、うん、だからまあ今日で多分そろそろね競馬近畿のまあど素人も気づいたかなみたいな、まあ、強い馬ってこうなんだみたいな、次、梅松さんとちょっとやらせてもらいます、みたいな。そこは、謙虚に行くから、マジで。うわ、どうぞ梅松に、グリグリ打ってください、と。競馬近々な。まあ、そこは。いや、全然いいです、と。むしろ胸貸してもらいます、みたいな。ただ、枠は外ちょうだいっていうのあるけどね。いや、むしろうちの方がいいのかな。拉致頼りたいっていうのうちの方がいいかもしれない。ちょっとわかんないわ。そうそうそう。ただ、待つのがすごいんじゃない。プロバイドがすごいんだからな。待つ。お前は金さえ出せばいいって。まあ、それはね、ちょっと返す言葉はないみたいな。そうそう。どこ読んでんだ、このハゲは。だ、ちょっとね、これはゆっくり、まあ、ゆっくりではないけども、読ませさせてもらってるって。そうそう。グランダンジャパン、園田プリンセスカップ、11月のラブミーちゃん記念、笠松、11月のプリンセスカップ、水沢、あと関東オークじゃなかったっけ、いや、2歳か、これ。あるよな、これは。でも、11月出すんだったら、ジュニアグランプリはなくなる。うん。どうしよう。どっちなんだろう。この、しかも11月2000っていうの結構きついよね。ローテ的に。そうそうそう。オナニータンパクで健康診断引っかかる松野氏、G49、37だわ、今年。そうそうそう。今年役出したのに。まあ、しのか、37役出したっけ、これ。違うかな、みたいな。そうそう。世も末だな、どこがやねん、みたいな。17分前。だちょっと待ってくれ、ちょっと、順々に行くっていう。負けるのは怖くない、負け。なお負けたらすっこんでリスナー大爆笑だから、いやだからそこは、いやむしろね、本当に逆にプレッシャーそこね、やっぱ飯田先生もそうだし、まあ杉浦君もやっぱりね、裾さん、まあ厩務員さんもみんな、俺も含めたけど、やっぱ意識しちゃうと使いたいレースも使えなくなっちゃうから、天中が読めて、あこれだ、なんだっけ、虎視眈々だっけ、読めないって、わざ天中はやめろ、これ何回も言われたから、マジで、マジで、そうそう、
写真です。飯田先生の隣にいる人って言われて、あのソワさんっていうあのキュウミンさんです。おジャパンのキュウミンさんでもあった。そうそう、これでダバ買って絶望症どういうことやな。300万ダバ買ったら多分死ぬと思う多分。違う写真を見せてくださいってことで、まあちょっとねあのこれ回せないんだ、こっち解像度とかは。おこれいけるかな。まあこんな感じ。お爽やか爽やかっていうね。そうそうそう。ラグからするとそろそろてねってことね。いやあのちょっと今日はもうちょっと延長しちゃおうかなみたいな感じ。認定祝いみたいな、もうちょっと全部コメント読んだのかなみたいな。プロバイドジェスロインペリオ3服2万買おうと思ったから締め切り間に合わなかった、6万返して記録に8万4000返して、どういうことなんだから。いやでも今日はなんかその血統を教えてくれた、うん、あのこの血統いいですよってあのメールですげえめっちゃリストいっぱいくれた人も、いやこれプロバイドいけると思ってなんか相当単勝に突っ込んだらしい。おうマジで。そしたら10倍の単勝が3万まで、3倍まで下がりましたみたいな。おう そんなに買ったのみたいな。そうそうそう。グランドジャパン2歳シリーズ1着、1位300万、2位200万、3位1000万、100万か。松の借金2000万。ちょっとね、全然これ、足しになんないみたいな。おうどっちなんだろうな。おうぶっちゃけ地元の2歳交流住所。おう2000万みたいな賞金。おう1着だけどね。おうまあ、井田先生と相談だな、ここは。そうそう。プラス12キロから、新馬から、プラス3キロだから、やっと戻したんだよな。次に、しっかり調教して、増えていたら本物だわっていう。おー、まあ、そうだな、そこ、どうなんだろう。これで増えてたら、俺、マジ嬉しいけど、やっぱ成長、だって、まあ、4月生まれだから、まだ全然成長あると思うんだけど、馬体出せーのに、ムービーより上行ったら、まあそう、馬体そんなんでもないんだよ、本当に。コロッとしてるからね。ガーも、ゴーもムーも空気。いや、だからまあ、これからね、頑張っていく。特にガーランドはね。そうそうそう。別に解雇枠、今日で終わりだから、東京帰っての写真はいいから YouTube でも上げといてっていうね。まあ、とりあえず YouTube でも上げといて、まあ、とりあえず、どれ見せたら言ったらいいみたいなね、これ。またちょっと写真展はやりたいけどね、これ。そうそうそう。パドックでとぼとぼ歩いてるから今日はダメかと思ったら、ワノリでキビキビし、歩いてて、先頭もんでびっくりしたわって。まあ、本当ね、スイッチの入る。まあ、どこで走るかはよくわかってるよねっていう。ガラクタガランド四国へ高校ノーマイルムービーってどういうことだよ。ノースマイルムービーって。いやだからここもあるからマジで上向いてくるからって。ガランドまだ一戦しかしてないだろうっていう。そうそう。難関なら俺も行けるし、ジェニーにも会ってみたいんだ。難関なんだよ。まあ俺もむしろその時にちょっと宮崎とかっていうパーティーもあるから、まあなんとも言えないけど、まあ多分まあ東郷二家とかなんだっけ、あとまあ、アスカリブラでも転休してたか。まあ、ちょっとそこの飯田先生とまあ相談だな。まあ、でも月1戦ぐらいって感じで、ゆっくりゆっくり使ったらいいと思う。プロバイドで地方行かないともういけないぞ。これから C さんのまあ買い続け、どういうことなんだから、別にこっから始まってるんだから、プリンセスカップは同盟も参戦するだろうし、そうそう。だから、その辺で、まあ、今後考えたらいいかなって、思ってるけどね。だから、ちょっとずつ強いってやっていけばいいかなっていう。シンバの投稿どこ行ったっていう。なんかね、ゲートでひっくり返ったらしい。そうそう。グランダムジャパンの開幕戦だから、まずは、ホースポア聖火対局して、対局来るやろしねえや、どういうことなん、いや、よくわかんないけど、グランダムジャパンって出るなんかあるのかな、その資格とかっていう。フレーフレー投稿軍団ファイト多いってどういうことなんだろう。これスマイネル軍団、スマイネル軍団。そうそう、自ら砂を入れたうちを走るもうだからね、もう M プロバイダー、 M ってなんで、 M ってそうそう。だからもうちょっとね、砂入れられるのはマジ勘弁だ。園田の今一番ね、今プロバイダーって向いてないところが園田競馬だと思う。相当砂入れまくるからマジで。だからもうインベタ、まあ、頭言ってもな、言ってもまあ深いからな、どこの競馬場も。そうそう。ジェニスさんが午後11時を知らせてます。ポーンってことで、だから48分だよ。そうそう。でも、中央勢とはさすがに何枚落ちると思うよ。ゴミカス、中国金属、マヤ、黒木、サイちゃん、ハゲ、新生方形のさんは否定すると思うけどっていう。いや、それは分かってるだから。俺は、だから梅松桜ともまだやってみないと分かんないし、ただ、俺が言ってるのは、上か下かじゃなくて、自分より強い相手とやることによって、さらにこう、奮起するタイプだと思うんだよ。だから、プロバイド頑張ってほしいって。強い相手でやらせてやりたいっていう。だから俺は別に負けることを怖がりたくないんで、早くちょっと、まあ、何らかの形で、ちょっと区切りは、まあ、ついてた方がいいかなって。だからそれは強い相手とやっての結果、あとは中央とかってね、目指していってっていうのでいいかなと思ってんだけどね。飯田先生も楽しくて仕方ないだろうな。初の2歳勝利馬が3連勝とか夢が広がるだろう。まあ、本当にね、飯田先生も嬉しそうだって、本当に初認定だし。初認定勝利、
だもん、それもね、俺も嬉しいし、新しい今も買えるの嬉しいっていう。うん、今22時54分ぐらいねっていう。まあ、49分ちょっと追いついてる、そうそう。いや、まだ終わってねえからっていう、これマジで。おい、ちょっと終わった。あ、いいね、これちょっと飛ばしてこう。そうそう。ほんと松野の人間、なんだ、人間処理能力はペン追加だ。バカるセレロンだ、マジで。そうそう。松野はリスナー40人超えちゃうと、コミ読みで精一杯な。だからそこは、ちょっと、今日は、まあ、パパパってね、そのなんか流れによって、まあ、つまんでいく感じには、ちょっと輸送はできればしたくないな、みたいな。そうそう、うん。この流れで普通のコメントできないなって。いや、まだ全然ね、してもいいよっていう、追いついてきた。そうそう、うん。税金は行政徴収が結構楽だぞ。払いすぎなら帰ってくる。あ、そうなんだ。うん。まあ、でも確定申告ね、まあ、毎年してるから、それで帰ってくるのかな、みたいな。サーチコさん、なんでそこで離婚者面倒の名前呼ぶねん、みたいな。ハゲ税、レイプ税、漢字読めない税、死ねばいい税、住民税って、最後だけあるから、みたいな。そうそう。うん、普段でも待つの5分ぐらいディレイするのは普通だからね。まあ、ちょっとね、うん。丁寧にやらさせてもらってますけどね。そうそう。幸子ただ今嫉妬中って、まあ全然まあね、そのなんか省エネの彼氏とやったらいいんじゃないの、うまくっていう。そうそう。ここからはリスナーチャット、いやだからちゃんと読んでますよっていう。どうせこの米は読まない、ハゲ松の借金4000万いい加減返せって読んでますっていうね。そうそう。これでガーランドここの契約大好きは売らないからだから、こっからだっつってんだろうっていう。笠松のラブミーちゃん記念出してほしいんだけど、ね、戦力でレースに参加できるのか気になるしっていう。ただな、もう笠松の数値はさらに深いからね。どうなんだろうっていう。放送終わった後に一人で、あっちゃんやれこらっていうね。いや、その一人でやるかみたいな。でも結構追いついてきてると、そうそう、最後のコメント読みになるのかな。激しい。読んでるっていうの。ガーランドはもう目を開けなくなった。まあちょっとね、尻を向けたままこっちを向かなくなったけどね。そうそう。ブヨバイド頑張っても C3 ダバ2といるからなって。まあでも、その馬たちもちゃんと上向いてるからね。だそこはちゃんとやっていこうっていう。ガーランドはなかったことに、いやあるある、だからそこはもうちょっと待ってくれと、一戦しかしてないんだからっていう。楽はありすぎるので応援やするって伏せたって。いやだからそこはちゃんとね、ちょっと一個一個みたいな。だその2チャンネルもネトラジとかもこういう感じだからっていう。ハゲ待つのはもっと読解力上げてから。何これ、読解力とかマジで漢字とか読めなくてもいけるからっていう。ほんとポンコツ勢が金食い虫だからね。まあちょっとプラマイゼロなとこあるけどねっていう。東京2歳優秀牝馬な多いのって、あ、牝馬あるんだっけ。何がいいのかなっていうのは、これマジで、まあ、プリンセスカップ以降はちょっとみんなで真剣に考えなきゃいけないかもしれないよねっていう。そうそう。そのジュニアグランプリとかまず無理だろう。賞金考えればグランダムジャパン行ったか。あ、そうなんだ。いや、でもジュニアグランプリワンチャン2200万ってすごくね。いや、もちろん相手は強いけどね。でも、去年とかって確か、あれじゃなかったっけ、なんか、笠松と浦和の馬が勝ってなかったっけ、別の、あれだっけ、交流収賞だっけ。延長はいいわ、みたいな。まあ、じゃあ普通に終わるわ。そうそう。グランダム1着300万だから、強い馬の馬主としてはあんまり頑張らないから狙い目である。あ、そうなんだ。いや、だからグランダム狙い目かなと思う。そうそう。それは本当やめとけ。批判しかない。どこ、それ、もっと楽が長くなるだろう。クソハゲってことで。まあ、ちょっとじゃあ普通に終わるわ。そうそう。延長料金来ました。今は何時だろうって。まあ、とりあえず53分だから、まだちょっと、いけるわ。そうそう。ずっと米打って、待つの寝かさなければいい。いや、だから、そこは、とりあえず、まあ、読みますっていう。つか、賞金突っ込んだ2頭のプロパン並みの馬引けるって思ってんの、さすがに無理だと思う。そいつ賞金、そいつらに食われていくの見え。だから、君、悪いことばっか考えても仕方ねえから、マジで。だからそこは、いや、普通に予算をオンするみたいな。ここは勝負のかけ時だから、マジで。この米読まれる予想は11、5分と見た。まあ、53分ですねって。絶対最後までコメント読むんだぞって。まあ、頑張れば、っていう。難関遠征の時にはスマイネルハイやろうって。まあ、ちょっとね、難関俺もちょっと、その、一説的なものわかんないからどうなんだろうっていう。パスは終了する直前までコメントするってこと。もう頑張るわ。園田、プリンセスカップ、ラムミーちゃん記念、東京2歳優秀牝馬でいいだろうっていう。発車したいなら、間に特殊の500、万でお茶濁しとけって。まあちょっとよくわかんないんだけど、グランダムを目指していくっていうのは、俺も確かにね、飯田先生も多分、ありっていうふうに思ってくれるかもしれない。そうなに限らず、南関東でも砂入れると。そうなんだけどね。でも、最近の園田入れすぎってみんな言ってたから。そうそう、係の人も、死ね。どういうことやねん、だから。まずは兵庫ダービー90連覇して、やっと完済できるほどの借金抱えていますってことで。まあだから中央一発で返すわっていう。そうそう。サマーセール放送はいつやるんだよ。来週月曜日。本当な、ちょっと待ってよ。いつやろ、これ。ちょっと、明日ちょっと難しいから、まあ、土曜日間に合うかなっていう、ちょっと、まあ、日曜日でも移動だからって、日曜日の、
あ、でも日曜日俺多分カプセルホテルだから多分、おお、あの空港、千歳空港に泊まるから、お前それ言うなよ、ちょっと飯田先生とかに、マジ、ちょっとこいつどんだけ貧乏やねみたいになるから、そうそう、飯田先生、初の認定勝利が生まれし、お前とは楽にない、泣かなくていいだろ、そこっていう、そうそう、うちに馬を入れてレースもしてほしいよねっていう、そう、その時にマイナスになる可能性ももちろんあるから、わかんないよね、うん。プラスなのかマイナスなのかっていう、うん、そうそうそう、サマーセール放送は中止になりました、すでに馬のリスト先生は。まあ、そういう意味ではそうなんだけどね、まあ、ある程度、もう、あの、もらえるのはもらってるから、リストとして、なので、情報としては、もしメールとかでもらえると、またプラスで全然持っていくけど、もし、まあ、できなかった場合に備えてとかあればっていう、ものほぼ、ある程度できてるかなっていうのはあるんだけどね、そうそうそう、これで心置きなく諦められるんで、あ、ちなみに、あの、現地の、その、要は、1日目終わった後の毎日、まあ、多分またこの、カメラなし放送にはなるかもしれないけど、それはやれたらやろうかなと思ってるけどね、そうそう、プロバイトは、始まりじゃありません。プロバイドはマスの人生、マスの馬主人生の終焉の日、どういうことなんだから優秀の日って、終わって、こっから始まるんだからっていう、そうそう、カレンダーの日曜の9時30分予約ってないっていう、あの、それね、飛行機、飛行機の予約をしなきゃいけないっていう、あの、来週じゃなくてね、また10月以降のだけど、そうそうそう、マツコちゃん、おまんテーブルさん、2時間延長、ありがとうございますって、まあ、とりあえずね、普通に終わるはなんか不要だったから、そうそう、3連勝おめでとうございます、ところで、大井ポリデント終わりましたっていうかね、まあ、やってませんみたいな、そうそう、上向いて C3 で45着とかっていう、まあ、だから、そこは、まあ、こっから伸びてくるから、まあ、伸びしろだから、ガランダはもうちょっと時間かかるだけど、使っていけば走りは間違いない。いや、俺もそう思ってる。そうそう、トコービーナスの路線がいいよっていう、ちょっとね、参考にしてみようか。一回みんなもちょっとそこ考えていこうかっていう、真剣に考えて、園田にこもって上位クラスで金稼ぎだろう、夢を見たいのは分かるから、その夢の時間は短くなるだけだと思う。まあでも3歳のうちは夢見ていいんじゃないかなっていう、そこでまあ力発揮はっきりしたら、まあ小判になってからゆっくりその園田でやっていくのもいいかなっていう、ワンチャンもないぞ、去年の中央勢前提、まあまあでもね、なんかだからこそちょっとチャレンジしたらいいんじゃないかなっていう、仕込みしなきゃいけない。でもまあ言ったら梅間桜に例えばね負けるようなことがあれば、まあそういう話もなくなるわけで、うん、まずは月だよ、今日のプロバイドの出走表を見て左上から一文字ずつ下に向かって読んでみろってな、何それ、もうちょっと一応読んでみるか、そう言われるとちょっとこれ読んでみようっていう、園田の、アッパートライ上から順番何があるんだろう、たますじゅじぇけじい、どういうことなんだから、全然読めんわ、これ何の話やねんみたいな、これそうそうね、松のどうして松なのって、もうそれはもうあの先代に聞いてくれ、これもう上に来てくれて、使う9時30分予約ってなんで、まあだからチケット、ダバってなんだよこれ、ダバってもうチンポ出してるよ、だからそうそう、肛門出してるよっていう、だからもう、たますじじじけじだ、なんだよこれっていう、そうそう、新しいパソコン買えば、いやまあそこはまだ使えるから、それてねってことでね、そうそう、とりあえずハゲおつはなんで終わるんだ、ハゲ終わるよってね、さっさとくだばれやこせよ、とりあえず俺はお前が嫌いだ、死んでくれて生きる、マジ生きる、お前のためにもって大津下げってことでエンディング流します。ってことね、はい、ことで今日はプロバイドの祝紹会でございましたってことで、改めてありがとうっていうことでね、本当プロバイドよく頑張った。おお、まだもうちょっとね、夢見心地というか、まあ一応大目標はまあプリンセスカップなんで、ここでちょっとやっぱ油断しちゃいけないと。おお、やっぱり梅松桜はね強い、同じゴールドヘルだし、おお、トキヘロのね馬主さんだし、あとまあ夏か、この全然やっぱり油断できないと。なのでまあ本当に今後のことっていう、まあ本当将来のローテとかもう来年のことを考えるのは、まずは次のレースを、まあ、やってからかなと思います。とりあえずね、ここまで本当にまあ応援してくれた皆さんありがとうございます。あのもちろんこれで終わったわけではないけども、しっかりとこれで、本番に臨めるなというふうに思います。まあ本当次はね、まあ人気の中心になるかなと、まあ梅松とも二分される感じになるのかな、なのでね、本当にまあ枠とか、まあ馬場とか、まあ砂とかあるけども、まあしっかりと戦っていきたいと思いますね。やっぱ諦めなければね、どん底を今まで見てきたけども絶対這い上がってみせるから、今も本当にその、まあ、1歩2歩3歩登れたかなと、まあ、重賞、次やっと重賞だよ、しかも人気どころ中心来たな、マジで
やってやろうと思います。はい。まだチョコツイッター流します。配信上もツイッター流しますんで、よかったら見てください。こんな感じで今日は終わります。どうもありがとうございました。